正解発表します。はい、首位打者、おうおう、盗塁王、新人王、アメリカンリーグ最優秀選手です。あ、最高出塁率違うんだ。はい、まず首位打者はこの年取ってます。3割5分かな、打率。あ、すごいね、すごい打ちましたね。で、これが2001年と2004年の2回首位打者取ってますから、一郎はね。次、盗塁王取ってます。これすごいですね、1年目から盗塁王です。はい、すごすぎる。で、その結果で新人王を受賞しまして、で、さらにこの年のマリナーズシーズン116勝というですね、当時の MLB タイ記録の伝説的なシーズンを送ったんですね。で、それを牽引したのがイチローということで、ア・リーグ MVP 取っております。だからその年やっぱチームとしても強かった。そうなんです、やっぱチームの勝ち星ってすごく MLB の MVP の判定には大事なので。という中で、ね、大谷選手も取りましたけど、まあ、あれは結構勝ち星以上の部分がありましたけど、大谷選手が取った時に初とかではなかったのはここですね。あ、はい、イチロー選手取ってますよということです。道徳的だな。道徳的でしょ、ね、道徳的だな。本当やった。全然道徳的じゃない。道徳的じゃないわけじゃない。道徳的じゃないわけでもないんだけど。確かに道徳的じゃない問題なわけじゃないもんね。道徳的じゃない。で、他ですね、最多打点取れてません。まあ一番打者ですからね。うん、やっぱそうなんだね。前にランナーが溜まってない状況ですから。福田さんの読みさすがでした。その通りです。うん、だ、一郎はあの日本時代に最多打点取ったことありますからね。最多打点と盗塁王を同時受賞という意味わからん記録残します。めっちゃ打ったしめっちゃ走ったと。そう。しかもその年はホームランランキング1位と3本差の3位です。すごい。異常なシーズンですね。ホームランも打てるんで、なんかやっぱさっき福田さんも話したけど、こうヒット打つイメージあったけど、ホームランも打てるんです、ね。ホームランも打てるんです。ちなみにこのシーズンは1995年ということで大震災の年に。神戸のためというのもあって、獅子奮迅の活躍をしたわけですね。そうだ、1995年めっちゃ活躍してるんでね。みたいなことが、あ、まあ、道徳の他のとことかでね、書いてあったりとかはあるんでしょうね。うん、そういう話もあります。で、今回、皆さん、多分全員書いたから、最高出塁率。最高出塁率。もしかして。全然です。この年。あ、そうなん、そうなん、そうだ。最高出塁率って、そもそも打席数が多いと取りづらいんですよ。イチロー選手一番打者なんで打席数多いわけです。あ、でこの年はですね、リーグの中で14位かな。そうなんだ。やっぱりホームランバッターの方が怖いからフォアボール出るんですよ、敬遠で。そう、なるほどね。だから出塁率ってホームランバッターとか長打がある方が上がりやすくて、単打中心の選手はあんまりフォアボールで攻めない、誰じゃまいっかになるんでっていうのでちょっと低めに出がちなんですね。というのがあると最高出塁率というタイトルはなかなか上がらなくて、結局イチロー選手はメジャーで一回も取ってません。最高出塁率、あ、一番取ってそうなのに取ってないんだね。一番取ってないんですこれ。という知識が求められる問題でした。あ、普通に勉強になったね。勉強にはなったけど道徳ではないね。ちなみに2001年っていうのは、これ2001年というのはメジャーリーグ挑戦1年目なんですね。ほう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 、これすごいでしょ。1年目でこのタイトル取ってんすよ。4つ取ってんの。確かに。だから、あの、イチローにとっての伝説的なシーズン、マリナーズにとっても伝説的なシーズン、正直メジャーリーガーよく見てる人はもう絶対イチローうまくいかないだろうってめっちゃ言われてたのに、この成績で全員度肝を抜かれたというまさにこう、MLB 史に残る伝説のシーズンだけです。なのでこの年の指標を全部空で言えるような野球ファンもいるわけですよ。なるほど。まあだからその、うん、野球詳しい人からしたらやっぱすごい大事な年だから全然すぐ答えるともおかしくない。あ、そうだからアインシュタインの1905年みたいなもんさ。奇跡の年、奇跡の年ね。奇跡の年ね、ロボよくわかるでしょ。っていうので2001年の成績が書いてあるわけ。いやね、というところを覚えておいていただきたかったという問題だったんですが、いやちょっとね、これ須貝さんに出して正解するか見てみたい。確かにね、確かに確かに。これは小学クイズではない。道徳の5年生の教科書に書いてある。小学クイズではないな。こんな野球の話ばっかりしないから。すごいな。いやいや、すごい。今までのさ、ね、誰の問題よりも解説長かったからね。5分ぐらい野球の話すごかった。いやでもすごいさ、本当に野球のなんか、まあある意味本質的なというかさ、うん、ね、だからいい問題だったね。そうなんですよ。でしょ、道徳じゃないけど、道徳ではない、道徳ではないことだけなんでね。道徳ではないんだよ、そこだけが問題。そこがね、最大の問題なんだよ。サブチャンネルーイ、
いえ会議中サブチャンネルだから正式名称の高い会議中だとしてもサブチャンネル福良さんに1000万円を阻止するクイズを出した回があって、はい、で僕は道徳の教科書から一郎の問題を出したんですよ。お道徳、小5の道徳の教科書から出してたんですね、はいはいはい、まあそれ道徳の教科書に載ってるから出してもいいと思ったんだけど、はい、なんかやっぱ全然みんな正解してくれなくてですね、はい、小学5年生レベルなのに、はい、ちょっとやっぱそれは僕は納得いかないと、はい、もっともっとみんな来いよと思ったから、うん、問題の難易度を知るために須貝さんにも出したいなと。なるほど。思ったわけです。道徳を出していること自体は受け入れてるんですか、須貝さんは。まあいいんじゃない、うん、小学5年生より賢いのってそういう番組じゃん。まあそうね、野球を道徳として出していることにも疑問をああまあ確かにな。いやでもだから知らない、何が出るか分かんないから、あの一郎の道徳的な言葉確かにが出るんじゃないね。そういうのあるからね。じゃいいですか、はい、問題を出して。はい、こちら2001年イチローが獲得したタイトルを次のうちから全て選びなさい。あー、これは道徳ではないですね早っ。あー、2001年イチローがってことは、うん、なら、メジャー1年目のマリナーズに行った年、うん、あー、もうすごいですね。こっからもうすでにスタート地点が違いますね。でシアトル行った年だし、うん、その年シアトルは優勝してる。あー、そう、素晴らしい。もうその通りです。だからこれ以上行っちゃダメだな、俺な。で、この6つのタイトルだと。いや、でもこれ首位打者は、うん、取れててもおかしくないな、うん、新人王取れて、いや、新人王は取れてんじゃないみたいな感じだな、うん、いや、ここがな、盗塁王、出塁、打点、MVP と、うん、あ、難しい。1年目ね、いや、これ無理でしょむずこれで福良さんが間違えて誰かが正解したら俺の勝ちだったんだけど、うん、みんな間違えちゃって。いや、そうだよね。ダメだったって。そうだと思いますよ。え、じゃあ1個ずつ取った、うん、取ってないとかって言ってくから、うん、間違えた時点でブーで行こう。 OK 首位打者は取った。その通りです。はい、盗塁王、これは盗塁王か。ここなんだよなこの辺が意外とそうなんだよ、うん、別のどこからでもいいですよ。あ、確かに、ね、新人王取った、うん、その通りです。はいはいはい。で、俺はイチロー選手のことが大好きだからこそ分かるんだけど、うん、あの人はね、フォアボールで出ないんだよ。そうなんだよ。なるほどね。フォアボール拒否なんだよな、うん、いや、でもとはいえ最高出塁率を、いや、でも、いや、首位打者なんだよな。最高出塁率取った。残念残念ダメだー。そこか、そこ取ってないのか。いや、盗塁王は、うん、盗塁は取ってそうだ。盗塁取った、その通り。で、リーグ MVP と打点か。いや、ここで多分、うん、打点を取ってるからマリナーズ優勝してんだよな。強いチームだから取れてんじゃないのかな。いや、違うか。イチローは得点か。イチローは得点だから打点取ってない。その通り。で、あと MVP ね。 MVP ちょ、一問ミスだ終わりたい。 MVP か、ね、MVP は、いや、でもこんだけやってたら取っててもおかしくない。 MVP 取ってる。その通り。うわー、失礼か。しかも他のみんなはもうイチローはめっちゃヒット打つからって言ってたんですよ。で、須貝さんは今死球が少ないって言ったじゃないですか、うん、合ってるじゃん、うん、死球が少ないからホームランバッターに比べると出塁率は言ってないですね。言ってないんだよね。だからそこまでたどり、考えは合ってた。考えとか俺の言いたいことは全部分かってた上で最後のとこ惜しかった。でも考え方は俺が解説したその通りでしたよ。 ね須貝さんのなんかこう野球が僕は分からないので、うん、なんかどのくらい妥当な問題かも分かんなかった。ああ、なんかガチャガチャガチャってやって、出塁してるでしょって思いみんな選んでたから出塁率は。いや、という意味では、うん、まあ、ワンチャンスだったな。ワンチャンスだったね。思考は合ってた、うん、とはいえ一郎だしながやっぱそうなんだよ、ね、1個入っちゃうんだよな。そうなんだよ。とはいえ一郎ってすごいからなっていうまあ打点はね、あの一番バッターだから、うん、あまりないと。そうね。いうのはありますね。打点っていうのはいつつくの？打点は自分がヒットを打ったりしてランナーがホームベースに帰ってくると。そう。つきますね。あ、じゃあ自分が打ったことによって点数が入るともらえる。そうそうそう。ポイント。誰かが
帰ってくればよくて、自分は帰ってこなくてもいい時にもらえるポイントが打点。得点が、自分がホームベース踏んだ数。あ、そう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 。で、打点が、人に踏ませた数。そう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 。あ、わかりやすい、ね、素晴らしい、だから得点はやっぱりね、前の打順の人とかが増えるか、うん、ホームランバッターが増える、これ難しいと。得点を増やす、得点、1番バッター、2番バッターは打点より得点の方が多い、多かろう、うん、たくさん塁に出る仕事の人たちだし、塁に出たら後ろにチャンスで打つ人とかホームラン打つ人がいるから踏めるだろう、うん、だから逆に打点はその4番とか3番、4番、5番の人が、この人たちは高出塁率で上にもう塁にいるから打ったら帰ってくるだろうみたいなことで増える、うん、そう。まあだから今年は、今年とか去年か、村上くんとかはもう打点も得点もえぐいことなす、まあ、とにかくホームランで帰ってくるし、うん、後ろも強いし、そうだからチーム優勝してるってことは後ろも強いから、そう、うん、っていうので、あの菅井さんのこの年のシアトルマリナーズ激強だったってのもやっぱ一個ヒントになった、ね、そうなんですよ。一応多分ね、勝ち星の記録作ったんじゃなかったかな、リーグの118勝ぐらいしてると思うんですよね、異常な強さ。翌年に松井秀喜さんがヤンキースに行ってるはずだけど、うん、その翌年か翌々年か翌々年かな行ってるだけど、うん、いやヤンキースに行くに決まっ、ヤンキースからオファー来てるんだってヤンキースに行くに決まってるだろうとか思うけど、うん、いやマリナーズ行ってほしいみたいな気持ちが若干あったのは、うん、そのいや実は今からマリナーズの時代が始まるのではみたいな、そうと思われてきた。しかししかししかしなおマークが続いちゃうとそれ以降マリナーズは大低迷時代に入るのであったというね、というね、という野球の話でしたよ。じゃあ僕が野球がわからないのをいいことに、こうあんまり分かってないことをいっぱい聞こう。あ、ぜひ、はい、新人王っていうのは何ですか。ああ、これはでもなんかリーグによって定義あるんですけど、はい、まあほぼルーキーみたいな選手、まあ、ルーキーとは限らない1年目、2年目、3年目ぐらいかな、日本だと5年以内みたいな、規定に乗ってるか乗ってないかが大事なんじゃない。そうだね、出場試合数とかで細かな制限があるんですけど、まあ新しいスターの中で今年一番活躍したのはみたいな、日本だとプロに入って5年以内でかつ出場試合数がとかいう感じだったはずで、アメリカのルール細かいのよく分かんないんだけど、あの結構日本人が新人王を取りがちなのは、あのもう出来上がった状態でいくので、そう、一番強い状態でいくけど、 MLB の中ではもちろんキャリアがないので、そう、新人になるっていう、打点みたいなこうポイントで決めるものではない。ああ、ではない、投票だね、投票ですね、記者が決めてんのか、記者投票で、あっちだと多分記名投票だから、誰が何誰に投票したのかが分かるって、 MVP 決まるのと同じ感じの決め方だと思う。そう、首位打者が首位なのは何、打率、打率、そう、打率、ね、これって意外と分からないですよね、うん、言い方が良くないなと思う。だからこれなんかね、そう、道徳の教科書にも多分解説入ってたと思うんだけど、これだけ書いてあっても分かんないよなと思ったの。そう、なんで首位打者って言うんだろうね、最高打率賞だよねこれ。そうですね、なんで首位打者って言うようになったんでしょうね。打点を分かる、本塁打を分かる、うん、なので打率をでよくねっていう、あれかな、規定打席があるからかな。あ、最高打率と首位打者、規定内最高打率は多分違うから首位打者って名前になっちゃうんだよね。規定到達かつ最高打率、そう、だから何打席ぐらい経ったかで、でもそれって、ああそうか、本塁打王は別に規定とかなくてもないから、か数だけで数えるからいいのか。そう、もうだから1打席経って1本ヒット打ったら打率10割なんだけど、それじゃダメだよねってことで、うん、なんか430打席ぐらい経った時に初めて日本だったけど、あの OK ですよってなると。なるほど、300かな400かなぐらいと、ぐらいいうことですね、っていうのが大事ですよ。そう、首位打者、だ首位打者ってちょっとややこしいんですよね、うん、だから首位打者変だね、首位打者変だわ、首位打者って名前は言われると変。まあでも俺も変だと思っているから変えよう、うん、変える、打倒ネーミング選手権、規定最高打率賞これですそのままなのそのままだし、じゃあいいやってなるでもそういうことですからね、分かりやすさでいくと。まあでもそうだよな、投手三冠に奪三振王が入ってないみたいなのがやっぱ気になる。でも最高出塁ってさ、ちょっと待って、うん、規定条件でしょ。ああ確かに、ああそうかも。じゃあ最高打率でいいじゃん。確かに、はい、論破。じゃあ首位出塁率、首位出塁率、まあそれはいいんじゃない、うん、首位出塁率か
最高出塁率、最高打率、来ていない最高打率、最高打率、まあそっか、でもそうだよな、最高出塁率、なんで首位打者っていうようになったんだろう。はい、はい、NPB 論破です。はい、これ NPB さんちょっと一回検討してください。はい、首位打者、変です。甘えてる場合ではありません。甘えてはないだろう。いやいや、昨今スポーツは他にもたくさん出てきてるんで、キンボールとかたくさんみんな、キンボールと対抗すんなよ。キンボールにスタッツってあんのかな。ある。いや、取ろ、取るの、キンボールのスタッツ取るの。そう、あ、データアナリシス、キンボール部、だいたいみんなキャリーする距離とか同じだと思う。落とした数とかね、落とした数ぐらいしかスタッツないんじゃないかな。キンボールのスタッツ、歪み率とかじゃないですか。あー、それもそうなんです。でも歪ませ、歪ませ、歪ませ、このプレイヤーの、あー、バーンは、バーン、ね、ボールが相当歪んでいるから、いるかそれ、角度がバレルに入ってるから。バレルなの、バレル大事なんだよ。キンボールでもやっぱ打球角度とか大事なの。大事でしょ。デシベルとかじゃない、声の、声の、うん、オムニキンの声がどれだけ出てるかとか、か噛んだ数とか、タングフォールトみたいなことだよね、舌がミスった数を測るっていう。キンボールの指標に詳しい方はコメント欄で教えてください。あ、教えてください。キンボール何を見ればいいか、確かに、キンボールのデータ取るならここだぞみたいなコメントもお待ちしております。確かに、それは聞かせてほしい。逆にキンボール協会の方はぜひぜひスタッツをね、発表してください。 YouTube とかで。2001イチローはでもそのイチローの歴史の中でも三千と輝く、ね、まあそうですよね。まあ他もね、2004とか2006とかいい年いっぱいある。僕の問題はですね、はい、小一の生活で、はい、これの名前です。何これ、これ一匹、一匹のあったね。嘘、こいつ一匹なんだ。あ、これ全部でではないですよね。だからそいつが一匹、あ、そいつがいっぱいいる、ね、今いっぱいいるよね、はい、これ今いっぱいいるよね、さすがに。なんでこんな生活するんだろうこいつら。これは難かった。こいつの名前ね。はい。ニャッキモドキ。もう本番もニャッキの話出たと思うさ。もうニャッキの話しかすることないわ。そいつの名前はもうだから俺には無理で、知ってるか知ってないかだけでしょ。うん、ね、モンシロチョウ。ああ。福田さんもそんな感じの回答でしたね。はい、ね、これはチャドクガです。チャドクガ。チャドクガの幼虫？はい。小学校でチャドクガに気をつけましょうとは言われたなという記憶。絶対言われなくない？俺言われたな。なんか猿とかイノシシとかの方が気をつけた方がいい。それは俺は言われてない。それは俺学校の特性上言われてない。という、ね、チャドクガか、チャドクガっているの、その辺にいるか。いる。その辺にいがちで触っちゃいけないから、序盤で教えられるって。落ちてきたんですよ、ね、桜の木から落ちてくる、よく落ちてくる毛虫ってチャドクガ違うか。あれは桜ケムシは、桜ケムシ、クロ社長かな。桜ケムシと言われている気がする。桜ケムシ、あれさ、桜の木むちゃくちゃケムシいるじゃん。いる。それは桜ケムシなんだ。桜ケムシは通称なのかな。はい、通称ですね。モンクロシャチホコという。へえ、シャチホコ、シャチホコなんだ。すごいね、名前のセンスすごいね。モンクロシャチホコ、漢字で書けそう。確かに、多分文様の門でしょ。うん、糸編に文で、うん、門で、黒は黒で、うん、ブラックで、うん、でシャチホコは、うん、ね、え、待てよ、シャチホコはね、魚編に虎。ああ、そうですね、それが合ってるのか分かんないけど。俺もそう書くと思う。書けって言われたら。シャチホコというタイプの蝶はそう書くのだろうか。え、シャチホコって蝶なのにシャチホコって名前つけたの、またまた。すよね、多分ね。モンクロシャチホコって蝶々、シャチホコガっていうガガン、ガガン。勉強になりましたね皆さん。モンクロシャチホコっていうガがいるそうです。確かにシャチホコって名前のガがいるってすごいね。シャチホコガなんで、あー、そってシャチホコみたいな形でヒュッてやってるわ、あ、木の上で。なるほどね、わかりやすい。いろいろなことが学べるクイズでしたね今回は。あー、茶毒がには気をつける、モンクロシャチホコが桜の木から落ちてくる、うん、イチロー選手はフォアボールが少ない、うん、うちやからね、うん、くらいかな。そう、イチロー選手のミラクルヒット集見たことあるでしょ皆さん、うん、ボール球打ってるんだよな、あれ。異常なとこって打ってるんですよね。ワンバン打ってるんですよね。そう、
でもそれでも出塁は一塁までなんで、うん、じゃあフォアボールも同じだから、フォアボール出すぐらいだったら打たれてもいいやってなるんで、うん、フォアボール少ないんですよね。やっぱ野球ってそこら辺が面白いんだよな。その結構数字だったり論理だったりで全然違う投球していくからね。というわけで、皆さん WBC 楽しみですねと間違いない言ったところで、本日のサブチャンネルは、はい、激ムズ問題、いやでもだちょっといけたかもと茶毒がでございました。茶毒がでした。さよなら。じゃあねー。